コルレロバさんのところになんかね迎えみたいな感じにちょっとなってんね。じゃあ行ってみようか。コルルさん、もう仕送りは大丈夫なんですか？レックス、58,954 ゴールドの仕送りありがとうね。何度も送ってくれて助かってるよ。そんなに送ってたんだ俺。あれ、コルルおばさん、9万ゴールドの間違いじゃない？いや、間違いなく58,954 ゴールドだよ。え、9万ゴールドを振り込んだはずなのにね。3万ゴールド近くも減ってるなんて、運ぶ途中で誰かがちょろまかしてるのかな？あれば、してやられたのかい？随分半端な金額だとは思ってたけど、そういえば、雲海ザメの炙り焼きを送ってあげた時も随分と手数料を取られたね。ちゃんと調べる必要がありそうだ。暴れてや行って、運び屋のマクシムさんに確認してみるよ。マクシムさんがね、そんなことやってるとはちょっと思えないけどね。まあ、手数料ね、10% とか取られるのはわかるけど、だから9000。9万ゴールド運ぶなら9000取られるよとかはわかるけどね。3万取られるっていうのはね、30% はさすがに取りすぎだもんね。マクシムさん、よう仕送りの依頼か？実はカクカクしかじかも、仕送りの金額がやけに少ないって？なんだよ、俺が手数料ちょろまかしているとでも思ってんのか？ごめんなさいも。レックスの仕送りは9万ゴールドぐらい貯まったら送ってるんだ。伊佐焼村は遠いし、こまめに送ると手数料が高くつくからな。なるほどね。いろいろ考えてやってくれてるんだ。アバリティア商会お出しの手数料が 2% だから、9万ゴールド送るのに1800ゴールド。2% なの？めちゃくちゃ安いやん、手数料ね。つまりここから88,200ゴールドは送ってるはずだ。なるほどね。俺からはトリゴの港にいるヒューって運び屋に渡してる。そうなんだ。リベラリタスへの直行便がないから経由して運ぶしかないんだ。トリゴのヒューにも手数料の確認をした方が良さそうだな。なるほどね。経由すればするほど、どんどん手数料がその度にかかっていってそうな雰囲気あるね、ちょっと。なんだ、荷物の受け取りかい？アバリティアから伊勢焼村へ金を送る時の手数料？若いのにしっかり仕送りしてるレックスってやつのだな。うちは明朗会計でやってるから変な使い方はないんだが、ここの港へ船を作るには荷物代の 3% を入港料として払うんだ。なるほどね。あと大金の場合護衛をつけるから 2%、 ここから帝都への送り賃が 2%、 もともとが88,200 ゴールドだから82,166 ゴールドは帝都に向かうはずだ。なるほどね。なんで帝都に送るかって？トリゴの町からはリベラリタスへの便がないからだよ。そうなのか？リベラリタスの荷物は少ないからさ、仕方ないさ。おお、ノポンの運び屋。そいつは絶対ぼったくってるね。でも、それだったらあれだな。最初から、こんなグーラなんて経由しないで、スペルビアに送った方が、ねえ、絶対いいね。まあ、ノポン族はね、マジで昇魂たくましいから、かなりちょろまかしてたとしても変じゃないよね。いらっしゃいも、お荷物運びますも、受け取りですも、実はさ、コレルさんへの仕送り手数料、親分はお出かけ中も、ケブブは親分の手伝いで来てるだけだから、ちょっとわかんないも。もう、それは確かに困った状況も。親分のいるところならわかるから、会いに行くといいも。ありがとう。ハンザック荒野にあるむき出しパイプのところか、旧生産区の物資格納庫にいるも、結構変なとこにいんな、親分。ハンザック荒野にいんの。そんなことある？そう、ハンザック荒野っていうのは、こういうね、モンスター、まあ、レベル80とかのモンスターもいるようなね、マジで、初めてここに来た時には、生半可な気持ちで探索はできなかった。まあ、探索したけどね、命からがら探索しまくった場所、こんなところに住んでるんだとしたら、相当やり手だけどね。いないね、これは。誰もいないや。おう、まあ、ここにはいないと。じゃあもう一個、鉄パイプの中か。ちなみにね、今のレベルでも、この83レベルのやつとかがいるからね、うかつには近づけない。これは、親分のポンはいないや。え、いないんだ、ここにも。え？あれかな？偽情報をつけまさせられて、うまく巻かれたって感じか？おい、いなかったぞ、ケププ。あれれ、なんで帰ってこれたも？強いモンスターがいるからいけないか、スペルビアの土になるかと思ったんだけども、やっぱりこいつ、許しちゃいけないタイプだった。俺たちの方が強いからね、モンスターより。わーん、怒らないでも本当のこと言うも、親分はケブブもお前かい。仕送りの手数料をちょっぴり多くもらってるから言いづらくて、やっぱりお前か。19% ももらいすぎ。スペルビアで運び屋するのは大変なんだもん。兵士の鎧の下に光るものをねじ込んだり差し入れしたり、そんな気苦労を癒すために温泉行ったりするのはごくたまにも。
82,166 ゴールド送られてきてるから、66,554 ゴールドをリベラリタスへ送ってるも、そうなのか？本当に本当もこれ以上はもらってないも、リベラリタスの岬から岩崎村への運び賃は知らないも、リベラリタスの理事テコへ行けば運び屋のシュフィテアちゃんっていうおっちゃんがいるから、シュフィテっていうおっちゃんがいるからね、シュフィテちゃんじゃないね。うん、直接聞いてみるといいも。なるほど。そのおっさんが最後、一番ぐらいまだたぶら、ねえ、ちょろまかしてんのか。お？なんか襲われてない？シュヒテ。大丈夫か？た、助けてください！シッシッ！なんだこのモンスター。まあ、あんまり強くはないだろうけど。シュヒテ、蹴散らしてやったぞ。助かりました。ありがとうございます。大丈夫？この理事手工と石場工で荷物運びをしているのですが、運ぶものに食料があると匂いに誘われて寄ってきてしまうんですよ。伊佐焼村へ送るお金の運び賃が知りたいんですか？ああ。スペルビアからの船はこの理事手港に到着してから、ノレム雲海道を通って石場港へ向かうんですが、雲海生物に襲われやすいので護衛してくれる仲間を雇っています。というわけで私の取り分が2500ゴールド、長野分が1700ゴールド、3人分。受け取るのが 66,554 ゴールドだから、コルさんに届くのは 58,954 ゴールドになりますね。なるほどね。おお、元は9万ゴールドだった。随分減りますね。石場港への直行便があれば、間に挟まる人は減るので、もっと安く運べそうですけど、やってみよう。本当ですか？アバリティアの商品はいいものが多いので助かります。ただ、長距離輸送のできるアルステンはここにないので、アバリティア商会にお願いする形になりそうですね。まあ、アバリティア商会にはね、もうだいぶ貸しがあるから、そんぐらいやってくれるんじゃない？ニルニーにお願いするべ、ね、お願いすればいいでしょ、そんなものは。アバリティアから伊佐焼村への直通の定期便を出してほしいって。ああ、伊佐焼村への荷物は毎日行くほど多くないからな。けど、レックスたちの頼みだし、ちょっと相談してみるよ。おー、うまくいくでしょ、これ。週に一回なら石場港への便を出していいってさ。これで一安心だ。いやいや、ちょっと待ってくれ。問題があるんだ。なんだ？長距離運搬できるアルツ船があいにく用意できなくてね。レックスたちが船を用意できれば定期便の運用を開始するってさ。なるほどね。船を買うならゴルトムント飛行看板にいるノポンのプカプからだ。借りるならグーラのウモンってノポンが貸してくれって聞いてるぜ。なるほど。借りるか買うかか。ウモンさんにはちょっとこれ以上貸しを作りたくないからな。アバリティア商会から話は聞いてるも。長距離運搬に使えるアルツ船をプカプカ売ってあげるも。いやー、船代が30万ゴールドで停泊料が500ゴールドだから、合計30万500ゴールド払ってもらうも。30万500ゴールド支払いますよ。これであとは船主もおめでとうも。アバリティア商会のそれがプカプカやっておいてあげるも。安全な船旅をお祈りしてるも。バイバーイも。船を用意してくるなんてさすがだな、アレックス。約束通り石場港への直通の定期便を始められるぜ。よかったな。うん。ところで9万ゴールド仕送りしたら、コルローマさんにはいくら届けられるんだ？アバリティアから石場港への発送手数料は 5% に決まったぜ。グーラより遠いし、護衛もそれなりにつけるから前よりかかっちまうが、8万5500ゴールドは石場港へ着くな。石場港と伊佐崎村はすぐ隣だから、これ以上はかからないはずだぜ。そんなに変わるんだ。直通便作ってよかったね。ああ、コルロボさんからの料理も前より手軽に送ってこれるしな。ほら、早速だ。うわー、雲海ザメの炙り焼き。ありがとう、コルロボさん。作ってから日が経ってなくてうまそうだ。よかったな。そうだ、頼みたいことがある。配達中の護衛を手伝ってもらえると助かるんだが、いいか？もちろんさ、よろしく頼むぜ、レックス。おお。あ、でも仕送りの仕組みはもうこれでクリアなんだ。まあ護衛は口約束だけかな。クエストであるわけじゃなさそうだね。おお。よし、そして傭兵団最後のクエストだね、これが。毎度も。フレースベルク傭兵団の評判は上々っすよ。そのおかげででかい仕事が舞い込んできたっす。もっと詳しく喋ってほしいもん。悪いけど依頼人に直接聞きに行ってくれるっすか？そうなんだ。この任務、あんたたちにやってもらいたいんすよ。依頼人たっての希望っす。相手はここでは詳しく言えないんすけど、かなりのお偉いさんっすよ。この仕事をやり遂げたら、フレースベルク傭兵団は、アルソで最高だと認められると思うっす。やってみよう。頼んだっすよ。依頼人が待ってるのは、フォンスマイム水域にある水中庭園っす。夜の0時から朝5時までの間が、先方が希望してる時間数。いいっすね。わかりましたよ。行ってやりましょう。最高の傭兵団、オーダード。これで、バンダムさんの意思を継いで、アルストナンバーワンの傭兵団に。よし。お、ラゲルト女王やんけ。依頼人、お待ちしておりました。どうしたも？あなた方に名乗る必要はないかもしれませんが、礼儀として、インビデア列王国現女王ラゲルトにございます。驚かせてしまいましたね。一国の主として表立って動けず、このような形の依頼になってしまい申し訳ございません。
ありがとう。フレースベルギー傭兵団の活躍は私の耳も届いています。あなた方の確かな腕前と自由に動ける立場に期待して依頼させていただきました。なるほど。なんだ、インビディアには国の始祖となる6つの貴族、6大貴族と呼ばれるものがあります。我がセイロス和家もそのうちの一つです。各家には、王院の指輪というものが代々伝えられており、玉印かな、玉印か、玉印の指輪というものが代々伝えられており、玉印の指輪を6つ組み合わせると1つの印となり、それが我が国の国印となるのですが、そのうちの1つが盗まれてしまい行方知れずになっていると知らせがありました。おお、玉印の指輪を盗んだのはグーラ人のガルロという傭兵。そのものから玉印の指輪を取り戻していただきたいのです。まあ、お茶の子さいさいでしょう。そんな奴はね、ボコボコにしてやりますよ。おぉ。なるほどね。任せてくれ。秘密裏にやってやるよ。玉印の指輪を失ったことが火種に混乱を招いてしまうかもしれませんから。承知した。いい報告を待っています。任せてください。よし。じゃあ、傭兵団任務の待ち時間を利用してちょっと、まあ、世界各地に現れてる絆トーク全部見ちゃおうか。もうそれが見終わって今回のね傭兵団、アルソイチの傭兵団になったらもうクエストとかも全部終わりだからね。よーし、絆トーク。めっちゃ机の上歩いちゃったけど、皇帝は不在か。和田摘み、いやめちゃくちゃ皇帝いたよ今。残念ね、久しぶりにお会いしたかったでしょ。いやめちゃくちゃいたよ皇帝さっきまで。久しぶりという感覚は一切ないけど、お会いしたかったのは確かだね。まあ、和田摘みが来るから隠れたのかもね。以前のあなたは、あの玉座のそばに控えていた。静かに、だけど毅然としてね。そうは言われても、懐かしさは感じないな。まあ、そりゃそうだろうね。かっこいいな、声和田摘み。感覚は残ってるかもしれないと思ったんだけど、綺麗さっぱりみたいね。まあこれがブレイドのちょっと寂しいところだよね。どうやらそのようだね。私は家具土のように以前の記録を読んだわけじゃないからね。情報がなければそういった感情を持つこともないみたいだ。そもそも今のあなたが過去の記録を読むことは禁じられているものね。そうなの？そうなんだ。私は少し前まで何をしていたかを知らないし、スペルビア帝国で何をすべきかも知らない。え、なんで禁止されてるんだろうね。ああ、あれかな、陛下を守りきれなかったからみたいな、そういうことか。君やメレフから話を聞いて少しは理解してるけど、おそらく本当の役目は理解していないんだ。おお。だからネフェル皇帝はどうして私に過去の記録を読むのを禁じたのかをお尋ねしたかったんだけど、ね、そうだね、なんでだろうね。あなたはそれにどういう意味があると思う？そうだな。おお、降格させたかった。国ではなく世界を守ってほしい。いや、それはこっちでしょう、間違いなく。おこがましい考えかもしれないけど。おお。皇帝は国に貢献するよりも、アルストに貢献すべきだとお考えになったんじゃないかな。おお、降格させたかった。ちょっと選びたかったけどね。でもそんなわけないからな。優秀なブレイドは、国ではなく世界を守ってほしいと。おお。そういうことだね。あなたって自信かね。まあでも相当優秀だからね、和田摘みは。自分でもそう思ったけどね。でも、あなたの考えは正しいと思う。おお。だから陛下は、あなたにスペルビアでの役割を知らせないようにしてるんだね。少なくともこの戦いが終わるまではね。それを知れば足かせになるかもしれないって危惧されたの。いや本当によくできた、本当によくできた陛下だよ、あの年齢で。そうか、すごすぎるわマジで陛下は。ちょっと皇帝にはお会いできなかったけど、家具土と話して身の引き締まる思いがしたよ。いやいいな和田摘み。それはよかったわ。お、私としては和田摘みには一日でも早く陛下のそばに戻ってほしいの。ああ、そんな日がきっと来る。やっぱり不安かな。それはそうよ。ああ。陛下の執務の補佐は他の人でもできる。だけど護衛はあなたくらい強くないと。うん。これまでは私もメレフ様もあなたが陛下を守ってくれているから安心できたの。ああ。そうだね。早くあるべき体制に戻さないとね。まあ、オーバードライブ使って陛下のブレードに戻してもいいからね。全てに決着がつけばまたあの玉座のそばでいられる。ああ。私と家具土、うわ、二人の力で終わらせようじゃないか。終わらせようぜ。そうね、
頼りにしてる。うわー、もう最後に読む絆トークの第一弾としてふさわしいな、マジで。最高の絆トークだ。玉座のそばに完了。いやー、よかった。よし、次はルクスリアでの絆トークだね。誰と誰だろうね。ん、なんだこれ、英雄の大好物。お、ニア、アデルの大好物か。どうしたのニア、何か食べたいものでもあった。ニアと光なんだ。おお、ニア、ええとこに目つけたな。ジークも出てくんのね。えが、これは英雄アデルが昔大好物やったっちゅう名物料理や。なるほどね。なんでも500年も昔の伝統的な香辛料を使った料理らしいで。美味しそうだね。まあルクスリアはごっつ寒いさかい、アデルが辛いもん好きっちゅうのもうなずけるがな。お、辛いもの、アデルってこんなのが好きだったのか。英雄様も変わってるよな。まあでもアデルのことを知ってる光はそんなもの好きだったかなって反応してるよね。こんなのとはひどいやないか、ニア。結構うまいんやで。やっぱりちょっと曲がって伝わってるのかもしれないね、伝承が。それとも辛いもんは苦手なんか。なんだよ、苦手じゃ悪いのか。可愛すぎる。まあ猫舌、猫舌、まあ猫舌だろうからね。いつもは勝ち気なお嬢様言うても中身はまだまだお子様なんやね。めっちゃ煽られてる。なんだよそれ、喧嘩ってんのかカメ。まあまあそう怒らんと、おごったるさかい食べてみ。いや、ありがとう。なあ光もどうや。光はどうすんだろう。ん、どないしたんや。こんなもんアデルは好きじゃなかったよって言うのかな。あのさ、この料理なんだけど、おう、アデルって辛いものが苦手だったんだよね。おお、やっぱり伝承が間違ってる。え？は？英雄アデル焼きは好物じゃなかった？ルクスリア名物っつって看板に偽りあり。あ、まあルクスリア名物なのは合ってるでしょ。英雄アデル焼きは好物じゃなかったってことでしょ。まあルクスリアの名物であることにね、変わりはないはずだから。そうね。食べてるところは見たことないわ。おお。アデルって少しでも辛いものを食べるとすぐにお腹壊しちゃうのよ。そうなんだ。やっぱり昔の男のことを詳しく知ってるね。英雄様も結構子供っぽいところがあるんだな。親近感感じるな、お前は。そんなの嘘や。そんな話聞いたら、おお、ワイの英雄アデルのイメージがどんどん崩れ去ってまうやないか。まあ英雄とはいえど人の子だからね。ナナ光、もっと面白い話はないの。面白い話ね、何かあったかしら。聞きたくないだろうな、ジーク。英雄様の本当の好物は。いや、でも知りたいか、これは。確かアデルはタルタリ焼きが好きだったかな。おー、トリゴ風タルタリ焼き。レックスと同じじゃないか。おー、そうだね。そうそう、タルタリ焼きが出てきた時は特に機嫌が良かったわね。いや、可愛いところあるんだ。英雄様は子供っぽいものが好きだったんだな。なんでタルタルソースがかかってんの、タルタリ焼きって。他にはないのか。待て待て、これ以上あかんて。まあそうだね、ルクスリアに生きている者にとって英雄アデルって言えば本当に特別な存在だもんね。ワイの中の英雄アデルをこれ以上怪我さんといてくれ。なんだよ、別にいいじゃん。英雄様だって普通の人間だったってことだろ。まあね、知りたい気持ちもあるし知りたくない気持ちもあるよね。カメちゃんだって子供っぽいんだし、似た者同士じゃないか。アホか、そんなん素直に喜べへんわ。英雄とワイなんかが似てて言い訳あるかいって気持ちがあるんだろうね。くそー。かわいいな、ジーク。英雄アデルの歴史を読み直してイメージを再構築せんと。やっぱり特別なんだな。まあそれだけすごい人だったんだ、アデルは。よーし、じゃあ次コルレロバさんの家にある絆トークだね。ここに来るとえらい落ち着くな。おお。ほんまやね、いい意味でなんもないもんね。確かに住みやすそうな村だよね、本当に。イヤサキ村はサルベージュは結構盛んやけど、アバリティアほどやないし、第一次産業はグーラほど発達してないしな。余生を静かに過ごしたいんやったらここが一番や。確かにこういうところでのんびりまったり過ごすのは本当に良さそうだね。じじくさいこと言うな、王子は。まあ苦労人だからな。なあメレフはどう思う？ここで暮らしてみたいな。おお。へえ、
意外な返事やね。メレフもそういう風に思ってくれてるんだ。この家に泊まらせてもらって庶民とはこういう暮らしをしていたのかとワクワクしたの。そういうの興味あったんだね。同感です。町の宿とは違って新鮮なことばかりだ。お二人さんは暮らしがええからな。ジークも人のことは言えないだろう。そう、お前も王族だろうって思ったもんね今。うちらはルクスリアを出てからは野宿も多いよね。まあそりゃそうだろうな、放蕩息子だもんね。せやな、放浪息子だもんね。特にインビディアやスペルビアでボンたちが来るのを待つんが大変やったね。そうだね、ずっと待ち構えてたもんな当時。今か今かと待っとるんやけどなかなか来おへんね。あの野宿は辛かったね。食料がなくなったら亀吉よ。何する気やったん。その話はやめようや、思い出すんも辛い。そうだよ、亀吉のことあんなに可愛がってんのにね。まここの港で待ってる時は楽やったけどな。船室で休めたもんね。いろんな苦労をしてるんだな。そうだね、待ち伏せはできる限り避けたいですね。って昔話はええねん。ワイからもメレフに聞きたいことがあったんや。おお、なんだろう。ここはええ場所やんか。おお。スペルビアとインビディアで奪い合いにならへんのか。確かに今のところは問題ないだろう。グーラはね、すごい奪い合いだったわけだもんね。どちらかがこの島々に手を出すことになれば、それはすなわち開戦を意味するからな。少なくとも我々には戦争の意思はない。うわ、それならよかった。そうか、それ聞いてちょっとは安心やな。どうしてジークがそんなことを心配しているのかしら。まあ余生ここで暮らしたいからでしょそりゃ。レックスの育った村やからや、アルソで唯一の場所やからや。レックスの育った村やからや、こっちの方がジークっぽくていいよね。レックスの育った村やからや。うん。仲間の故郷のことを心配するんは当然やろ。そうだね。それはそうだな。ボンが何の気がかりもなく集中できる環境を作ってやらんと。ああ、楽園に行って全ての人間が手を取り合って暮らせる、そんな場所を手に入れるんだから、レックスはね。この村のことで不安になって頭の中がいっぱいになったらあかんやろ。ああ。優しい気遣いやね。ジークらしいよ。ワイは大人やからな。照れ隠し。なんだか最後ので台無し。いや今のは照れ隠しでしょジークの。いやいいな、いい会話だ、平穏。安心感があるねやっぱり。よし、で次エルピスレードの入り口にも絆徳があるね。なあ、じっちゃんってこの場所を守ってたんだよな。うん、そうじゃぞ、500年にわたってな。まあそれだからね、イアサキ村でじっちゃんとレックスは出会うことになったんだもんね。でもさ、俺が小さい頃イアサキ村にいた時、そんな素振りはちっともなかったよな。この300年は静かなもんじゃったからの。そうなのか。人の世は200年も経てば伝説になったり、架空の出来事のように思われるみたいじゃな。まあ200年経ったらもう知ってる人が誰もいないからね。大昔はドライバーが入ったりしておったが、その数も減っていったよ。アデルのことがちょっとずつ人々から忘れられていったっていう感じなのかな。それにリベラリタスの生まれでなければここの入り口は開かん。寂しいことに宮崎村の人口は徐々に減っておるしの。この場所のことを知る者は減る一方じゃ。寂しいね。そっか、じいさんも昔は活躍してたんだな。今もしとるじゃろ。わしがここのことを教えてやったんじゃぞ。まあじっちゃんは最初から今までずっと大活躍だよマジで。はいはい、まったく似合わ、若い頃のコルレルみたいじゃな。そうなんだ、似てるんだ。え、そうなの。なんだか嬉しくないよね。あやつも活発でのう、子供の頃ここに入ったこともあるぞ。そうなんだ、勇敢だな。まあ橋の手前で引き返したがの。うん、この場所に恐れを感じたんじゃろうな。まあでも正解だよね、引き返して。すごい第六感してるね。そりゃお守り様の奥だもんね。
矢崎村で育ってたらそういう感情はあるかも。恐れがあるから敬える。うん。イフという言葉があるくらいでな。なるほどね。矢崎村の者は皆この場所の重要性を肌で理解したるんじゃ。それはじっちゃんのおかげだよ。それはじっちゃんのおかげだよ。ずっと長い間この場所を守り続けていたんだろう。うん。矢崎村のみんながお守り様を大切に思うのはじっちゃんがいてくれたからだと思うな。いや嬉しいこと言ってくれるなレックス。確かにこの場所の意味を伝えてくれる誰かがおってなんぼやな。そうだね。もし青龍というアルスがいなければこの場所は本当に忘れ去られたかもしれないな。立派につないでくれたんだバトンを。そういうふうに言われたことは今までなかったの。500年もの間お疲れ様だね。本当によく頑張ったよ。うん、お疲れ様。うん、いやじっちゃんまだまだ現役じゃぞって。わしが今しみじみと思うのは、おこの姿になってレックスたちと共に旅ができてよかったということじゃな。うん、まあこの姿になったのもそもそもね、シンたちイーラだからレックスをね助けるためにこの姿になったわけだからね。あれは本当にね、あそこでじっちゃんいなかったら死んでたからね。レックスは体が大きいままだったらここに来てその言葉を聞けなんだ。もっとええ話が聞けると思ったらそんなことかい。いやそれが大事なんだよ。当たり前みたいなことが大切なんだよな。いやいい会話。やっぱじっちゃん大好きだな。500年にわたる役目完了。よしんでルクスリアの仮装にも一個絆トークある。レベル81とかがいるけど、うまくくぐり抜けて。よし。このクレバスはすげえな。あ、グレンの絆トークなんだ。玄武大雪原があんなに上にあるぜ。おお。なあ、このクレバスってどうやってできたんだ？いや、さすがにそんなのニア知らないでしょ。誰かが拳で割ってできたっていう逸話を聞いたよ。アルガスが動いたからかな。拳で割ってできた。これ面白いね。これにしようか。誰かが拳で割ってできたっていう逸話を聞いたよ。おう、そんなの知ってるんだね、ニア。マジかよ。熱いな。俺のアイシクルジャッジメントじゃ絶対にこうはならねえよな。そうだね。俺のはまだまだ威力が弱いってことか。上には上がいるんだな。燃えてきたね。で、なんだその顔は。そんな話信じちゃってって思ってんの。まさか冗談だってことか。まあでも巨人族とかならワンチャンあるよね。ああめっちゃ強いモンスターがうろちょろしてる。まったく、俺はドストレートなブレイドなんだから紛らわしいことは言わないでくれよな。自分で言うか。けどよ、マジでこれほどの亀裂を生み出すようなパワーを身につけたら、おお、きっとどんな悪にだって負けねえ激アツな拳を手に入れられるんだろうな。そうだね。お前もそう思うだろ。クレンは相変わらず懐かしいね。まあそこがいいところなんだけどね。うん、もちろんだぜ。俺の心も拳も変わりはしねえよ。人を救うということは人の弱い心を救うことだろ。そのためには俺自身がブレちゃ意味がねえ。いやいいこと言うわ。まっすぐだ。俺の心と拳は常にまっすぐに熱く燃え続けてなきゃダメなんだよ。こんなにね熱い熱血感なのに氷属性のブレイドっていうのも含めてもう最高だよね。けどグレンの拳って氷だよな。いや、ちょっと待って。痛いところだったのこれ。確かにそうだな。なんで氷なんだ。性格と属性が反比例してるよね。どう考えても俺の力は火じゃないとおかしいだろ。俺はいつも熱い男なんだぞ。どうするんだよこれ。まあでも冷たすぎても逆に熱くなるからね。そういうもんなんじゃない。ドライアイスとか。いやそんなこと聞かれてるな。よし、こうなりゃこれしかねえ。いいかドライバー、俺の拳は氷じゃねえ、青い炎だ。まあね、熱すぎる炎は青くなるもんね。見ろ、形もなんとなくそれっぽいし問題ねえだろ。多分これ誰と同調してても問題ないようにはなってると思うんだけど、なんかドライバー読みはちょっと悲しいね。いいな、
青い炎だぞ。わかったわかりました。ちょっと無理があるだろいいんだよ、遠目ならわかりゃしねえだろ。そうだね。よし、今日から俺は青き炎のグレンだぜそんな根本から存在変えちゃっていいのまあでもグレンらしいいい絆トークだ。絆トーク正義の使者。よし、現時点で見れる絆トーク全部見てたらね、傭兵団も終わったから、このガルロっていう玉印盗んだやつがねトリゴの町にいるみたいなんで、ちょっとねそれを探しに行っちゃおうと。お、玉印の指輪返してもらえる。こいつか。断る。これはグーラの豊かな未来を手に入れるために必要なもの。邪魔立てするのであれば容赦はしない。うわー、まあグーラってな、スペルビアとインビディアにいいように使われ続けてきたんだから、インビディアから奪い取ってねえ国を豊かにしようと思ったってことか。でもな、やられたからってやり返しちゃダメなんだよ。よーし、グー、お前たちは間違っていると理解していないようだな。エンビディアの最高こそがグーラの民を豊かにするのだ。エンビア、エンビアだと。ああそうさ、消された大貴族エンビア、その当主ハンネスの血を継ぎし者こそインビディア列王国の正当な後継。エンビア、ハンネス、継承戦争か。継承戦争？それってインビディア列王国創生で起きた貴族同士の権力争いだ。現在政権を担っているのは六大貴族だが、かつては九つの貴族が主派の座を狙い争っていたのだ。エンビア家は現王家のルセーロスワ家と対等していた大貴族だったが、エンビディア家当主ハンネスは後継ぎに恵まれなかった。隠し子がグーラにいると言われ、一時の混乱を引き起こしたが、結局ザレ事だった。そしてサールセーロスワ家が王座につき、インビディア列王国が誕生したのだ。よく知っているではないか。ふふ、ハンネスの子は流言などではない。実在し、その地は今まで続いているのだ。なるほど、その者に玉印の指輪を与え、再び継承戦争を起こすつもりか。そんなことさせるもんか。とにかく玉印の指輪を返してもらおうか。ここにはない、言うつもりもない。なんだって？この火種をスペルビアに嗅ぎつけられれば、インビディアは混乱状態になる。そうなれば、軍が駐留しているグーラ領も、この町も平穏無事では済まされないぞ。そんなことはない、グーリアンに影響は出ないと約束。いえ。騙されてるんだ。スペルビア軍トリゴ基地に停泊しているアルス戦艦のやつだ。名前は知らない。玉印の指輪を渡してハンネスの子孫が王となれば、いずれインビディアをグーラにと。ありえないな、子孫の話も本当かどうか。クソ、帝国へ持ち込まれる前に取り返すぞ。うん、行こう。玉印の指輪、さて存じませぬな。我々は出航準備で多忙なのです。お引き取り願いたい。おー、なめたこと言いやがって。グーラ人傭兵から預かったもの？ああ、サファン艦長が本国へと届け物だとかでグーラ人から受け取っていたな。それがどのようなものかは知らない。たとえ知ったとしてもここから出られないとすればどうする？な、覚悟！マジか。めちゃくちゃやる気やんけ、こいつら。そんなレベルで、私の船随分な暴れようですな。ああ、これもスプリーバーのため、かかれ！誰から情報を終えたのかは知らんが、お前たちの行動はスペルビアの未来を潰すことにつながるのだぞ。そこにメレフがいるのによくそんな口聞けるな。ハンネスの子孫について命令した者が誰なのか、これだね。お前たちが追っていることはすでに伝えてある。今頃は行方をくらましてどっかに高飛びだろう。継承戦争での隠し子騒動を利用するなんて案を出すだけ出してな。この鍵は玉印の指輪が置いてある部屋のものだ。好きにするといいなあ。大丈夫か、この優しくて純粋な感じ。うちの王子からなくなってもうたもんやわ私はこの船の艦長である。依頼主の消えた荷物よりも船と乗組員の安全を優先する。お前たちに本気で歯向かわれれば人も船も無事ではいられんだろうからな。サファンの鍵。おー、ハンネスの子孫。誰だったんだろうね、一体。よーし、玉印の指輪。持ってきたよ。ありがとうございます。期待通りの働きでしたよ。私も水面下で調べておりました。継承戦争を利用したスペルビア幹部の作戦だったようですね。これは一筋縄ではいかないな。ご安心を。主犯の幹部は帝国脱出後にあなたの仲間 が確保しました。おー、玉印の指輪も戻りました。この件はこれで解決です。これで解決だな。報酬はフレースベルグ傭兵団へまとめてお送りします。本当に助かりました。感謝しております。これからも良い、良い活動を期待していますよ。より良い活動を期待していますよ。なんか全然ガバガバだったな、感じの読み方が俺の。まあでもこれで、晴れて、アルスト1の傭兵団でしょう。
お疲れさんでしたっす。悪かったっすね。依頼人のことを何も伝えられなくて。あんたたちが目的のものを探してる間、俺たちに犯人確保の仕事が来たんすよ。なるほどね。女王様なんぞふんぞり返って楽してるだけなんて思ってたっすけど、全く逆だったっす。立派な指導者っすね。さて、それじゃあ最後にちょっとだけ付き合ってもらえないっすか？なんだ？バンダムのおやすさんの墓の前で待ってるから、スザクと一緒に来てほしいっす。うわぁ。来てくれたっすね。今のあんたと一緒にバンダムのおやすさんの墓参りをしたかったんすよ。おやすさん、いなくなって初めてあんたに頼りっぱなしだったって気づかされたぜ。仕事の調整、食い物の仕入れ、人のやりくりや俺たちの面倒、数え上げたらキリがない。初めは戸惑ったが、みんなと協力してなんとか様になってきたぜ。バンダム、今の俺にはお前と戦った記憶がない。だが村の連中やレックスたちを見ていれば立派なやつだったってわかるぜ。意志を継ぐってわけじゃないが、俺は俺なりにこいつらを守っていくつもりだ。安心しな。俺たち、おやすさんがいた頃の傭兵団と同じ、いや、それ以上に最強で最高の傭兵団になったっすよ。俺たちのことは心配しないで安心して眠ってほしいっす。おやすさんが見込んだレックスたちは、今や立派なリーダーっすからね。任せて。よし、これで十分届いたっすよね。付き合ってくれてありがとうっす。俺たちなりにけじめをつけたかったんすよ。これからもよろしく頼むっすよ、フレースベルグ傭兵団のリーダー。ああ、傭兵団レベルが5になった。コモンブレードの同調可能が増えた。新たに譲る傭兵団任務が増えた。これでアルスト1の傭兵団なんだ。よし、この絆トークで最後の絆トークだね。今見れる、これを見たら最終決戦楽園へ行こうか。なあサイカ、ええこと思いついたんやけどな。却下や。はや、まだ何も言うてへんや。もう何を言おうとしてんのかなんとなくわかるんだろうな。王子は単純やさかいな。考えてることなんてバレバレやで。なんなんだろうね。自分のドライバーを捕まえて単純ってどういうことや。いや、つまりサイカもある程度単純ってことになっちゃうもんね。そこまで言うんやったらワイが何を思いついたか当ててみ。そんなん簡単や。どうせ新しいマナでも思いついたんやろ。あ、これマナって読むんだ。神明って読んでたわ。大当たりやな。中二病にふさわしい。ほんで今回はどんな思いついたん。ジークピーアルティメットゲームだったもんね前は。笑わんからお姉さんに言うてみ。どういう関係性。いいな。誰がお姉さんや。ちゅうか、なんで笑うこと前提やねん。そうだね、めちゃくちゃかっこいいかもしれないからね。まあええわ。ワイの新しいマナーを聞いて驚くんやないで。なんだろうね。その名も、ジーク・ビー・アルティメット・エクストリーム・ゲンブや。同じ言葉使いすぎ。おい、今鼻で笑うたよ。そりゃ笑うよ。これは鼻で笑われても仕方ないでしょう。なんやねん、かっこええやんけこの名前。いや、ジークが14歳だったら許した。はいはい、ごっつかっこええな。さすがはジーク B アルティメットエクストリームゲンブ様や。バカにしすぎ。感情が全くこもってへんやんけ。やり直しや。仲いいな二人は。お、ホムラ。ジークさんたちっていつも楽しそうですね。お、ホムラか。ええとこに来たで。サイカじゃ拉致があかん。一丁ホムラが判断してくれ。いや、めちゃくちゃ困るだろうな、ホムラ。私がですか？せや、ホムラはどう思う？ジーク B アルティメットエクストリームゲンブっていう、ワイの新たなマナを。力こもりすぎ。すごくいい名前だと思いますよ。正直、かっこ悪いです。正直、格好悪いです。そう、こういうことはね、はっきり言うのがホムラのいいところ。それに意味が被ってませんか。まあ、ホムラから辛辣に言われたらジークも学ぶところがあるでしょう。ごっ。まあ、ホムラから言われるのは一番ダメージ大きいだろうな。そないはっきり言われると心に深く突き刺さるもんやな。王子しっかりしや。まだ傷は浅い。死んだらあかんで。死んだらあかんで。え、あのジークさん大丈夫ですか。すまん、お前はもうあかん。
ジーク！すみません。はっきり、でもはっきり言った方が絶対面白かったね、これ。私、思ったことをつい正直に言ってしまって。てか、ホムラからね、辛辣な言葉かけられた人、多分、ジークしかいないからね、この世界に。ギャフー！ははははは！ジーク！あれ、ホムラあかん、それ以上は王子が持たへん。いや面白すぎる。まさかホムラが来ないに辛口やったとは。優しい言葉かけてもらえるだろうってちょっとね鷹をくくってただろうね。いえ、私そんなつもりはないんですけど。悪気ないのが一番ダメージ。でもジークさんの冗談にしてはあまり面白くなかったかなって。もうやめてあげて。ジーク！王子！あかん、致命傷や。こりゃ当分立ち直れへんで。最終決戦目前だっていうのに。ジーク！